ミハラジャパンは台湾を拠点に活動するユーチューバーグループによるチャンネル。元フジテレビ社員で映像クリエイターのミハラ吾がアイドルになるという夢を叶えるために単身台湾に渡って始めた。2015年1月、ミハラ吾、村上敦也の二人でミハラジャパン31ジャパンの前身となる東京チャブ台開始チャンネルを立ち上げた。その後2015年9月、 三原慶悟ユアンジャパンにチャンネルを移行。メンバーとして横山康を加えた4人で約2年間活動した後サブチャンネルとして2017年10月横山康順ジャンの3人がメインの三原ジャパンプラスサニュアンジャパンプラスを開設。またこれと同時にメインチャンネルで横山康の2人が出ることはほぼなくなった。その後メンバーの加入や日本向けチャンネル 三園台湾を開設などを経て、2019年に、三原ジャパンが台湾で活動する、外国人 YouTuber として、史上初のチャンネル100万人登録を達成。企業とのコラボレーションだけでなく、YouTuber として、史上初の台湾の紅白歌合戦に出演を果たすなど、台湾でトップ YouTuber としての地位を築いている。チームとしての大きな目標は、台湾のコンサート会場。 台北アリーナでの単独ライブ。その目標に向けて日々進化を続ける YouTuber チーム。ミハラジャパンでは全編中国語で日体のグルメや文化をコミカルに発信する。2019年には台湾総統の蔡英文とコラボ動画を配信した。日本語で配信する三 a 台湾。台湾とフィリピンを拠点に英語で配信する123ジャパン。 台湾の美食を紹介する、うまい美食頻度男性メンバー二人で配信する、三年原版教室、サブチャンネルとして、トークマンズ台湾で100万人登録の YouTuber も配信している。カプセル所属、慶応義塾大学出身。学生時代は映像制作にのめり込み、大学4年の時に短編で、東方シネマズ学生映画祭のグランプリを獲得し、 京都国際学生映画祭では入選を果たした。大学卒業後、第一志望のフジテレビに入社するも、楽しいドラマを作りたいという入社時の思いが果たせず、亀山千尋社長に企画書を直接送りつけ、1年で100本以上の企画を提出した。局長の行為で入社1年目にして、BS のシーンやドラマ、ブサイクの神様の監督、脚本、編集を担当した。 しかし、学生時代との違いに、もどかしさを感じ、フジテレビのネット配信部門でトップを狙うことに、方向変換。YouTube チャンネル、東京茶舞台会社を設立した。一週間で12万回再生を獲得するも、会社の方針とのズレを感じ、25歳からアイドルになるプロジェクトを始める。日本人 YouTuber が少なく、かつ新日国である台湾に目をつけ、 台湾での活動を開始。フジテレビを退社して台湾に渡り台湾での活動を本格化させた。現在では YouTube チャンネルミハラジャパンを中心に活動。台湾で最も有名な日本人と評価されている。ありがとうございます。